皆さんこんばんは。トトワンドリーム TV 目指せ2億長者、司会の石上陽子です。コメンテーターはトトワン編集長の菅野さんです。よろしくお願いします。菅野です、よろしくお願いします。そして今回のゲストはワールドサッカーキング編集部の国井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワールドサッカーキングの最新号が明日18日木曜日発売しますので、どうぞ読んでください。ところで編集長、はい、先週は本当に惜しかったですね。そうなんですよね。10試合やってたんで、あともう1試合で3等当選だったんですけど、本当にああいう時はちょっと悔しいですよね。まあでも外れは外れですからね。厳しいですね。だって陽子の追われ注意報はズバリ的中だったんで、もう皆さんね、私の指摘通り、もう前回は新潟対大分で2をちゃんと、ね、抑えてもらえたでしょうか。まあ、大分公式戦17試合ぶりの勝利だったということで、うん、まあ、これを抑えられたのはすごいなという素直に思いましたけど、うん、ありがとうございます。今回も当てちゃいます。では早速第396回のトト予想に移りましょう。まずは編集長の予想をお願いします。はい、私の予想はこうなってます。はい、予想のポイントをお願いします。はい、J1 に関しては、総合的に見て ホームチームが有利かなと思ったんですけれども、ダブルを3つ使用してます。名古屋千葉に関しては、千葉が先週試合がなかったんで、コンディション回復に努められたというところで、ドローぐらいまではいけるんじゃないかと。あと大宮京都に関しては、大宮が石原選手、橋本選手が復帰して優位かなと思うんですけれども、京都も守備が結構安定しているので、ロースコアのドローもありえるんじゃないかと。柏 FC 東京に関しては、FC 東京が優位と見たんですが、柏も最近調子を上げてきているので、好ゲームでドローという展開がありえるんじゃないかなと思いました。 J1 で2のシングル勝負は横浜マリノス対浦和だけということですね。そうですね、マリノスもナビスコカップで調子がいいんですけれども、やっぱり自力では浦和の方が上じゃないかと。山田直樹選手、原口選手といった若手に加えて、高原選手が最近復調してきたっていうところも強くて、浦和が接戦を制するんじゃないかなと思います。実は私、先週浦和の試合を観戦してきたんですけど、やっぱり後半のね、エジミューソン選手の活躍がすごい。そうなんですよね、はい、最近、でも試合に行くのは勉強熱心ですよね。はい、頑張ってます。終わり注意報ね、当てなきゃいけないから。はい、あと編集長の予想では、はいはい、熊本対栃木の2位ですか。それはちょっと面白いですね。そうですね、栃木が3連敗なんで、ちょっと苦しいかなと思う人もいるかもしれないんですが、熊本も10戦勝利なしというところで苦しんでいるので、あと栃木はアウェーで3勝してるってところで、勝ち点3はいるんじゃないかなと予想してみました。ありがとうございました。それでは続いて国井さんの予想をお願いします。はい、予想のポイントをお願いします。まずはACL 組の川崎、名古屋、丹波、大阪、鹿島のチームを全部勝利という予想にしました。これはこの4チームは、ACL の関係でナビスコカップの予選を免除されているので、約1ヶ月、リーグ戦から離れてリフレッシュできたじゃないかなと。今節4つともホームですし、手堅く勝ってくるんじゃないかっていう予想ですね。私がゼロも抑えた0-2で勝負した柏対 FC 時は1のシングルになってますね。そうですね、柏はリーグ戦では今17位と調子が良くないんですけれども、ナミスコカップでは3試合で2勝1分けと、負けがなくて調子を上げてきてるんじゃないかなという予想です。でその上で、3試合連続ゴール中の立たない選手が、古巣の FC 東京に相手に、またゴールを決めてくれるんじゃないかという予想です。広島と神戸の試合はダブルで対応ということですか。まずここはまず攻撃面で広島が、リーグ2番目の得点力を誇るということで、広島が本命ではないかなと思ってるんですけども、
まあ、一方で神戸はドイツのウォルフスブルクから大久保嘉人選手が戻ってくることが決定していて、その関係で、まあ、フォワード陣が危機感を感じて奮起してくれるんじゃないかと、まあ、神戸の勝利もあるかなと思ったので、まあ、ここは手堅く1番2番という予想にしました。ありがとうございます。では続いてはトトワンパワープッシュ、今週の鉄板はこれだ。編集長、今週の鉄板はどの試合でしょうか。はい、今週の鉄板はこちらです。ガンバ大阪対新潟の1、ガンバ大阪の勝利ですね。はい、今週の鉄板はガンバ大阪対新潟の1ですが、理由をお願いします。はい、理由はこちらです。両者の充実度に大きな差、先ほど国井さんがお話ししたようにガンバ大阪は1ヶ月公式戦がなくて、コンディションがいいというところと、二川選手、梶選手と故障していた選手が復帰できるというところで戦力が充実するというところが注目ポイントですね。で、新潟は今5連敗と調子を落としているので、コンディションがいいガンバ大阪が硬いと思います。まあ、新潟は最近失点も多いですからね。そうですね、ちょっと調子を落としてますね。ありがとうございます。以上、今週の鉄板はこれだでした。では続いては陽子の大荒れ注意報です。2開催連続で当てますよ。今週もいろいろと情報を集めてきたので、皆さんぜひ参考にしてください。今週の大荒れ注意報は名古屋対千葉です。ホームの名古屋が圧倒的な投票率を集めているんですが、私は千葉が勝ち点を取る可能性があると予想しています。そう考える理由はこちらです。1つ目は名古屋がチャンスメーカー不在ということです。名古屋は小川選手が出場停止、故障中の、マギヌン選手も復帰はもう少し先になりそうですし、日本代表の玉田選手もオーストラリアから帰国したばかりで、起用されたとしてもコンディションは悪いはず。チャンスメーカーがいないという点は不安要素と言えそうですよね。リーグ戦の中断期間に試合がなかったことに関してはプラスと捉えることもできますが、名古屋は試合感が鈍っているのではと私は考えています。そしてもう一つの理由はこちらです。千葉のトライアングルが連携を深めているということです。千葉の攻撃の柱は牧選手と深井選手、そして矢沢選手の3人。試合をこなすごとにこの3選手は連携を深めているように見えますし、実際最近の千葉のゴールはほとんどがこの3選手が絡んだものなんです。千葉は最近10試合で、無得点に終わったのはわずか2試合、ゴールは奪えているという点は、評価すべきではないでしょうか。というわけで、今節は攻撃陣の機能度が高まっている千葉が今回はチャンスメーカーがいない名古屋を苦しめると判断しました。皆さん、この試合は0や2を抑えることも忘れずに。以上、陽子の大荒れ注意報でした。どうですか、今回の大荒れ注意報は。いや、どうですかね。まあ、ここは普通に名古屋の勝ちでいいような気もしますけどね。名古屋の試合感が鈍ってるっていうのはちょっと深読みしすぎかなと思いますけど。そうですか。はい、結構いい視点かなって思ってたんですけど、まあ、ただね、ゼロなら十分にあるかもしれないですね。私も一応ゼロ抑えてますので。ちなみに今回外してしまったら次のコスプレっていうのは考えてるんですかね。次はそうですね、秘密兵器で出演します。はい、なんですか秘密兵器って。いや、それはもう秘密です。さて、トトワンドリーム TV 目指せ2億長者、皆さんの予想の参考になったでしょうか。トトワンウェブではトト予想以外の情報も掲載していますので、ぜひそちらもご覧になってください。はい、第396回の詳細データに関しては、17日の20時頃に更新予定ですので、ぜひチェックしてください。第396回のトト販売締め切りは6月20日土曜日です。皆さん忘れずに一攫千金を狙ってくださいね。今回はキャリーオーバーも発生してますので2億円の大チャンスですね。2億円当てたいですよね。はい、当てたいです。それでは来週も頑張りましょうね。おお。次回の更新は22日の月曜日です。お楽しみに。それでは皆さん、また来週。さようなら。